裏切り者の汚名を着せられ、誰にも認められることなく死んでいった。イタチこそ本当の火影であると結論付けたサスケは、兄のように全ての憎しみを知った。だがそれはイタチ自身が否定し、ナルトに伝えたことでもあった。火影になった者が皆から認められるんじゃない、皆から認められた者が火影になるんだ。サスケはイタチの生き様が分かっていない。ナルトはそう指摘するが、サスケの決意を翻すことはできない。過去の迷いは断ち切り一新する。お前を切る、切らせねえ。俺は全部過去の人たちから学んできた。サスケはお前に任せる。お前絶対に切らせやしねえ。かつて二人が激突した終末の谷で、ナルトとサスケの最終決戦が始まるのだった。前と同じだ。ここでなお前が負ける。あの時と同じ拳はもう食らわねえよ。それにホカゲだって、お前には渡さねえ。お前はホカゲが何なのか、まるで分かってんね。シノビ！お前の力じゃ、この俺に届きやしない！燃え尽きろ！連れて帰るって今度こそ約束を守る。雨の手使い、今お前がいなくなれば、もう俺の革命を邪魔する者はいない。全てのケリをつける。させやしねえよ。俺とクラマでお前を止める。歴史や仲間やみんなのつながりを守る。もちろん
り者。サスケを本意させることはかなわず、もはやなすすべがないかに思われた。しかし、どうした？まさかあれ式のことで違うだろう。俺とオビトがそうだったよ。お前とサスケのつながり思い出せ。お前は俺とカカシを、固くなだった俺の心、いや敵対していたものを憎しみにつつ、他里を拒んで痛みを抱えて、あの美獣すらも、そして世界、お前は溶かしてきたんだ。ならあとはた頑固な友を助けることなど。なに、大丈夫だ。師や兄弟子、そしてこれまで力が足りないのなら皆の手を、それがナルト、お前の心はまだ死んでは、自ら闇に沈もうとする。手を振りほどくのなら届かない思いなんて。みんな信じてるよ。不可能を可能にできる。だからさ、ナルト、こんなとこで休んでんじゃねえ。もっとカッコ悪くもがいてみせろ。それが僕たちの知ってる渦巻きナルト。つながりは消えぬ。ならば拳を固め、目に炎を灯せ、おたけびをあげろ。さあ、サスケくんが待ってる。行ってこい、ナルト。てめえのために、先のために、友のために、前へ。かつて関わった者たちの声を受け、ナルトは再び立ち、トムを助けるために。いい加減しつこいんだよ。さっさと切られやがれ。だっておめえじゃ俺とのつながりは切れやしねえってばよ。つながりうるせえんだ。お前はつながりがあるからこそ苦しいんだ。強ければ強いほど俺を悩ませるんだ。ナルト、てめえとのつながりが一番めんどくせえんだよ。なんで闇に行った俺をさっさと切りやがらねえ。仕方ねえだろ。俺はお前のことを兄弟だと思っちまってんだ。だからもう体と心が勝手に動いちまうんだよ。お前が一人にならないようにってずっと考えちまうんだよ。サスケ、お前も知ってんだろ。俺は昔里のみんなに嫌われてた。俺も昔は里のみんなを恨んでた。一歩間違えればお前みたいに恐ろしいことを考えたかもしれない。それに俺はいつも一人だった。けど同じような奴がいるって分かって嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったけど、それはやめた。何でもできるお前が羨ましくて、勝手に俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何にもなかった俺が、つながりを持てた。第7班で任務やってよ。お前みたいになりたくて、ずっとお前を追いかけた。だから、サスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて、本当によかった。ナルト、
お前が今さら何を言おうと俺は変わらない。お前も里の奴らも一人残らず全員潰す。行き着くところお前の選択は、俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、そのどちら。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちもねえよ。なんだてめえは一体何がしてんだ。以前と同じように俺はここでお前に勝つ。お前はまた俺に及ばずに負けるのさ。俺があん時とは違うって分かってんだろ。もう負けねえよ。違う、お前は変わってない。それが俺を苛立たせるんだ。だと？昔から変わらないお前のその態度が。お前みたいになりたかった。お前は俺の憧れだった。お前も俺も最初から分かってたんだ。口にこそ出さないけど俺たちは友達なんだってことは。だから俺はお前をオロチマルに渡したくねえんだってばよ。そこまでして俺に。やっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を止めるんだってばよ。つながりか。だったらそのつながりを俺は断ち切るまでだ。お前がいなければ、お前が最初からいなければ、俺は残念だったな。最初からお前のそばにいたのが俺で、俺ってばしつこいからな。お前が諦めるまで俺は諦めねえぞ。変だ。すかしやがってムカつくんだってばよ。お前は、ああてめえこそいつもバカしやがって、目に入るだけで目障りなんだよ。へえ、お前は俺の真似できねえだろ。俺ってばすごい。レベルが低いんだよ。情けねえと思わないのか。うん、全然思わないってばよ。お前こそいつもジメジメしやがって、見てるだけでイライラするんだってばよ。ああ、もっとみんなと遊んでみろよ。一緒に遊んだらお前だって、って何言ってんだ俺。バーカバーカバーカ、勝手に混乱しやがって意味わかんねえやつだな。
で。これまでの戦いをサスケナルト死力を尽くして戦い、思いをぶつけ合ったナルトとサスケは互いに重傷を負う。動けなくなった二人は河原に並んで横たわり、ついにサスケは己の負けを認めるのだった。俺は俺自身で己に決着をつける。死んで決着つくなんて思うなよ。死ぬぐらいなら生きて俺に協力しろ。俺のやりたいことは全忍びの協力だ。もちろんお前も含めてだぞ。俺がまたお前に盾つくかもわからんぞ。もうお前はそんなことしねえよ。なぜそう言い切れる。これ以上同じこと言わせんな。つうかお前の方はまだ分かってねえのかよ。そういやお前も意外にバカだったもんな。うっせえよ、うすらトンカチ。その後、ナルトとサスケにより無限つくよみが開示され、囚われていた忍びたちは無事に解放された。こうして長きにわたる争いに終止符が打たれた。
そして月日は流れる。己の人道を貫いたナルトは人々に望まれて七代目火影に就任し、木ノ葉隠れの里を見守り続けるのだった。渦巻きナルトの物語はここにひとまずの完結を迎える。